またまた速報ですけれども、えー、本日2022年の6月30日、えー、午後7時8分を回ったところです。大森林会の大浅大使で,でございます。早ければ明日終了ということで、ANN の方で先ほどニュースがありました遺留、えー、物とか遺骨ですとか、そういうものが、えー、今、捜索やってるんだけど、ほとんど見つかりませんと。 そして、えー、見つからなければ早くて明日終了ということなのでもうこれ実質上明日終了するんじゃないかということで、えー、長かったですね、えーまあ、10%も見つからなかったという形になるかと思います。 えー、非常に残念です。非常に残念ですが、あーまあここで、えー、一ったんですね、えー、山梨県警が何らかの会見かなんかを開くんじゃないかと、えー、まあ、6月いっぱいという形で動いていたのかもしれません。うん、ただ、その前にですね、魅力さんがですね入っちゃったわけです。入っちゃって、見ちゃったから、もしかするとね、そういう影響があって、えー 本当は7月とか、えー、梅雨明けにね梅雨明けにスタート再スタートとかする予定だったのかもしれないんですけども <laughs> まああともうないんでしょうね、えー、あの弥勒さんの動画見るとですねもう,もうもはやあともう出てこないという形で、えー、やってるのかなという形で <laughs>。 やっぱりあの赤フラッシュですね赤フラッシュ赤フラッシュはもうあれ獣よ,獣よけでしょうおそらくねということはよりよりさんが言っていたその野生鳥獣が関与しているというところが非常に大きいのかなと、えー、水の流れで流れていったというよりかは野生鳥獣の関与の方が えー、大きいのかなと、あの赤フラッシュね、赤フラッシュからすると、それかなって、皆さんどういう思いますもうちょっとわかんないですね、わかんない、まあ、これで終わる時に、なんか会見するんじゃないかと思いますけれども、おまあ、それを待ちたいと思います、以上です。